最初に左手の方で三千音の動機が加工して出てきます。三千音というのはこれは中世では音楽における悪魔と言われた音程で、そのいわゆるその地獄を表すためにまずそういった動機を使っているわけですね。まあ、同じような例は例えばウェーバーがマダンヌ写真の中で悪魔の場面にやはり三千音の動機を使っておりました。それでは少年時代ベルリンでリストの皇帝マルティン・クラウゼにピアノを習いましたクラウディオ・アラウの演奏でリストのダンテを読んでを聴いていただきましょう。
ダンテの新曲の中にあります地獄編を読んでその印象を交響詩風に綴ったリストのソナタ風幻想曲ダンテを読んで、演奏はクラウディオ・アラウでした。今日の FM クラシックアワーは昨年のザルツブルゴン楽祭からまず8月15日に催されたクラウディオ・アラウのピアノリサイタルの模様を実況録音でお届けいたしました。昨日ちょうど80歳の誕生日を迎えた